Amazon プライム会員でない方にとっては、今回のニュースは朗報じゃないかなと思います。今回ですね、こちら、今映っています、Amazon の Fire タブレット、こちらがですね、3種類とも、定価がですね、大幅に安くなったようですね。はい。まずですね、Fire 7、7インチのモデルですね。こちらが5980円。そしてですね、8インチの Fire HD8。こちらが8980円。そして一番でかくてハイスペックな Fire HD10 が15980円で購入することができます。これは Amazon のプライム会員であっても会員じゃなくても値段がね、同じなんですよ。で、この Fire タブレットのメリットっていうのはどこにあるのかと言いますと、まあ、同じ価格帯のアンドロイドタブレットと比較したときに、性能がですね、段違いに高いんですね。例えば、この Fire 7、これ5980円。はい。もう非常に安いでしょ。で、まあ、5980円で買えるアンドロイドタブレットっていうのは、実はあります。あるんだけれども、とてもじゃないけどね、使えたものじゃないんですよ。やっぱり OS がすごく古かったり、まあ、スペックがね、ものすごく低い。で、まあ、例えば、タッチの感度が悪かったり、カメラ性能が極端に悪かったりとかっていうことがね、あります。CPU が重くてね、まあ、使えないとかっていうことがあるんだけど、この Fire タブレットに関しては、まあ、Amazon っていう、まあ、ちゃんとしたメーカーの現行モデル、これが5980円で購入することができるわけですよ。で、まあ、プライムサービスに入らないってことは、まあ、例えば無料で本が読めないとか、映画が見れないとか、まあ、そういうデメリットはあるんだけれども、一応、この、まあ、純正のアプリだけでも、結構たくさんいろんなものが使うことができますね。例えば、Facebook とか、Twitter とか、あとはこれ有料かな。まあ、エバーノートとかもありますし、それから、ガヨーとかね、動画サイト。このアプリも使うことはできます。はい。で、まあ、有料でよければね、まあ、ビデオを買ったり、本を買ったりして、これで、まあ、ブックリーダー、それから、まあ、まあ、映画見たりとかってね、そういった使い方ももちろんできます。はい。まあ、このあたりが、非常に価値あるんじゃないのかなと思います。でもね、このチャンネル見てる人は、おそらく、やりたいのは何かと言ったら、この、ファイヤータブレットに Google プレイを入れたいですよね、ということですよ。ね。それですよね。まあ、Google プレイっていうアプリを入れれば、皆さんがスマホとかタブレットで使ってる、まあ、Android のアプリを使うことができるんですね。まあ、こちらのね、動画の説明欄の方に、まあ、この商品の関する、まあ、リンクとか、あとは僕のチャンネルでですね、過去に、まあ、5分でファイヤータブレットに Google プレイストアを導入するという動画を作っております。はい。まあ、そちらをね、見ていただければ、まあ、割と簡単に、特にこのやり方はね、パソコンがいらないんですよ。これ単体でですね、できますんで、すごく簡単にできる。まあ、もちろん導入は、まあ、メーカーの保証対象外なので、導入っていうのはあくまでも自己責任になります。はい。なんだけれども、使い勝手はね、大幅に良くなります。もう、めちゃくちゃ安い端末。まあ、要はね、この Amazon の端末がなぜこんなに性能が高くて安いのかというと、Amazon のプライムコンテンツを使ってくれるであるあろうと想定して、その利益を度外視して、まあ、販売することができるわけですね。うん。なので、端末価格が安い。うん。でも、まあ、今回の価格変更っていうのは、もう、プライム会員じゃなくてもね、安く買うことができるというところがね、大きなメリットかと思います。はい。で、この3つね、まあ、ざっくり説明してみますと、まず7インチっていうのは、ミニマムスペックですね。はい。最小限のスペック。やっぱりこれはね、僕がおすすめしたい使い方は、やっぱりこのまま使うというのがやっぱりいいですね。うん。Amazon の端末として、Google Play ストアを導入せずに、このままで使うというのが、快適に使うことができます。なので、やっぱりね、まあ、これを買う方は、将来、今入ってなくてもね、やっぱり、Amazon プライムサービスに入ろうかなと
こと考えてる方はね、7インチでもいいのかなと思います。はい、僕ももちろん、もうこの貧乏人ですら、Amazon プライム会員になってまして、年間3900円ですけども、間違いなく元は取れます。間違いなくかな。まあ、これ、ね、僕ね、ものすごくね、お金を節約してる人ですら、Amazon プライムに入るっていうのは、ものすごくメリットが大きいかなと思ってる方で、まあ、本が無料で読めたり、映画が無料で見れたりっていうね、無料のコンテンツがものすごいたくさんあるので、相当楽しめるかと思います。私はね、NHK のね、受信料を払うんなら、もうテレビを撤去してでもね、こっちにした方が幸せになれるというふうにね、もういつも公言しておりますけどもね。はい。で、まあ、この8インチ、ね、それから10インチ。これはね、スペックが高いので、Google Play Store を入れてもね、ストレスなく動かすことができます。なんといってもね、まずは画面綺麗だし、それから CPU の性能もまあ割と高めだし、であとはスピーカーの音がいい。これね、両方ともね、ステレオスピーカーが内蔵されてて、普通タブレットの内蔵スピーカーっていうのはもう音がね、あんま良くないんだけど、これはね、外付けスピーカーがなくても結構そこそこ聞きます。もちろんね、外付けスピーカーをつければ、まあもっと良くなりますけどね、この単体だけでも結構いいのかなというふうにね、思います。まあこのスペックの性能がこの価格で買える、8インチで8980円でしょ？10インチで1万5980円ですよ。はい、安いですよ。はい。まあ、この機会にね、検討してみてはいかがかなと思います。まあ、この商品に関してはね、まあ、先ほども言ったように、まあ、リンクを貼っておきますので、興味のある方は、ちょっと一度ね、どんなもんか、ちょっとチェックしてみてください。僕の過去動画にも、このファイヤータブレットに関する動画、たくさんありますので、よろしかったらね、ご覧になっていただくと嬉しいかなと思います。というわけで今回はファイヤータブレット安くなったよという情報でした。チャンネルさとちゅんでした。